福福島島、はいえー、共同会派の福島みずほです、えー、60歳から65歳に再雇用される場合、賃金が前回78.7であるという、えー、答弁がありました、長沢運輸事件というのがあります、えー、定年60歳になって再雇用で、えー、そして、えー、賃金が21%下がったと、はい、一審は、えー、労恵法20条違反であると、合理性ない。 高裁は合理的である、最高裁は高裁を踏襲しましたが、弔金手当はこれがないのはおかしいという判決が出ました、私はこれ、一審判決が正しいというふうに思っています、60から65歳の間で20%給料が下がる、これ、おかしいと思いますが、いかがですか、はいえー、藤沢局長。 最高裁の判決についての,あのご質問でございますけれども、あのご指摘の事件にかかる判決でございますがあの、正社員と定年後に継続雇用された有期雇用労働者との待遇差に関してあの、個別の手当ごとに判断するなど、え本年4月からあの順に施行されます、ドイツ労働賃金の解釈にもあの示唆を与えるものというふうにあの考えております。であのこのため、えー 私どもの同一労働同一賃金ガイドラインにおきまして、定年後に継続雇用された有機雇用労働者の取扱いについて、 同一労働・同一意義における、えー、よる正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止規定の対象となること、また、えー、正社員との待遇差の不合理性については、定年後に継続雇用されたことのみをもって、直ちに不合理性が判断されるものではなく、さまざまな事情が総合的に判断考慮されて判断されるものであることなどの内容をガイドラインに盛り込んだところでございます。 えっと、このガイドラインの周知を現在行っているところでございまして、今後とも必要な周知にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 福島瑞穂君60から65歳の間で2割給料が下がるわけですよもっと悪条件で働いている人もいますで、今回65から70ということなんですがさらに60から65までを放置してですね、65からの労働条件はさらに悪くなることは日を見るより明らかだと思います現場の高年齢雇用安定法が再雇用後の賃金水準も示さず正規の雇用形態の縛りもないため給料や待遇の低下が規制され ない中、この措置を70歳まで拡大すると、65歳以上は年金の受給できることを理由に、さらなる給与の低下を招くおそれがあるんじゃないでしょうか、えー、小林職業安定局長。 あの定年後の高年齢者の賃金などの労働条件でございますが、あの基本的にはそれぞれの労使において決定していただくもの、これはあの65歳以上の継続雇用制度の対象となる場合についても同様でございます。それからあの同一労働同一賃金のお話ございました、あの定年達した後に継続雇用された 有機雇用労働者についても、その保護の対象になるわけでございますけれども、そこで考慮されるさまざまな事情というところには、年金が支給されるということも、事情の一つに入ってくるのであろうと、ただ、その上で,でございますが、現在65歳までの高年齢者雇用確保措置に関する指針の中で、継続雇用制度の賃金については、 継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めるということが書かれております。で今後あの 65歳以降の高年齢就業確保措置について検討していくことになるわけでございますけれども、同様にそういった指針で同じようなことを定めるということについて、審議会でしっかりご議論いただきたいと思っております。また、能力や成果に基づく処遇が行われるということが大事でございますので、そういった普及促進にも努めてまいりたいというふうに思います。福島君 定年引き上げ、再雇用、定年の廃止のうち1つでも加われば、労働組合の同意を取らなくてもよいわけですえ。雇用関係なしの働き方しか提供しないのなら、労働組合の同意が必要です。でもこういうあり方だと、結局、再雇用ちょっと取ってますというので、実態は雇用関係なしの働き方が中心になってしまうんじゃないか、労働組合の同意いりません、これ、大問題でではないですか加藤大臣。 今般の改正法案においては、70歳までの高年齢者就業確保措置として、現行の65歳までと同様の措置に加えて新たな措置を設け、そのいずれかの措置を講ずることを事業主の努力組とし、また、高年齢者就業確保措置については、70歳までの間の就業を確保することを条文上明記し、措置の対象となる高年齢者が70歳になるまで就業することができる制度を導入することを事業主の努力義務として、 いるわけでありますあの雇用の措置とまあ雇用によらない措置の両方を講ずる場合には、雇用の措置により努力義務がに対応できていることから、雇用によらない措置に関して過半数代表者等の同意を得るという法の規定が直接及ぶものではありませんが、この場合においても、労使双方が十分に話し合い、労使双方が納得した措置が講じられることは望ましいのは当然であります。でこのため高年齢者就業 確保措置の実施及び運用に関する指針の策定にあたり雇用による措置を含めどのような措置を講じるか労使間で十分協議を行うこと、創業支援等措置の内容等について書面での運用計画を策定すること雇用の措置と合わせて雇用以外の措置を講ずる場合においても過半数代表者等との同意を得ることが望ましいことを盛り込むなどについて ここでのご議論も踏まえ、労働政策審議会において、しっかりと議論をし、結論を得たいというふうに考えております、はい、福島瑞穂君、はいえー。形だけ再雇用などの形態とっても、実際には業務委託契約は中心となって、 で、労働者の保護ができなくなる労働組合の同意が不要な方法をとることは企業にとって抜け道となります。え、労政審での議論でしっかりここえ、私は法の欠陥だと思いますので、えしっかりあのこれは労働組合の同意と同じ、それ以上何かチェックをすべきだということを強く申し上げます。えー総えー、総合支援等措置についてえー、お聞きをいたします。そもそもこの制度は未来投資会議で議論されたものですえー。未来投資。会議 は政府が2013年に設置した産業協商力会議などを引き継いで、16年9月から始まっております。えー 初代,初代というかです、ね、途中からあの、えー、その労政し協議会などに連合の会長が参加しますが、もともと竹中平蔵さん経団連会長などが未来投資会議でここで決めていたわけです。これで本当にいいんでしょうかということなんです。というのは、労働にえええ就労者の保護をまず考えるべきであっ で雇用でない働き方、雇用類似の働き方をここでえ導入してしまうというのは、極めて問題ではないでしょうか。厚生労働省の雇用類似の働き方にかかる論点整理等にかかる検討会で、一定議論があるもののえ、中間報告が取りまとめられましたが、課題を整理した段階です。ししかかかもも労労働者性労働者者性の範囲にについてては議論があったにもかかわらず中長期的的なな課題としており本格的な保護 法制の制定はは見通ししがが全全くく立っておりません順番が全く逆ででないでしょうか雇用でない働き方、雇用類似の働き方の保護の議論に先行して、なぜ今回、65歳以上で就業確保策を例示し、事業主の雇用確保措置を免除するというやり方は、順番が逆さまであると、順番が逆であると思いますが、いかがですか。 小林局長今回あの、高年齢者就業確保措置といたしまして、あの今ご指摘のございました、雇用によらない選択肢も設けておるところでございますが、これはの65歳以上が年金が支給され、またあの就業ニーズが多様化するということに対応するものでございます。でその上であの今ご指摘ございましたように この就業、雇用によらない選択肢につきましては、労働関係法令が適用されないということがございますので、その適正さ、あるいは納得性を確保していくのにどうするかということになります。そこで法律とししましては 運用計画を定め労使合意を得るということを要件としておるわけでございますで、この労使合意が適切に履行されていくためにはいくつか重要な点があるというふうに思います一つはあの運営計画に必要な事項が定められることまた過半数代表者が適切に選出されることまた実際に措置の適用を受ける高齢者の希望が尊重されること等々ございましてこういった点については症例あるいは指針において必要な事項あるいは 留意点をを定める方向で検討をしたいといいとうに思いますまた、偽装雇用についてのお話ございました、偽装雇用にならないような留意点というのをあらかじめ定めておくですとか、あるいは労働者性に関する労使双方の知識を高めておくですとか、また実際に問題が生じた場合に、労働局等における、労働局における助言指導等を行う、そういった対応についてもしっかりやってまいりたいというふうに思います。 福島みず君これはまさに厚生労働省が未来投資会議に負けたんだと思うんですよ、なぜこんなへんてこりんな雇用によらない働き方が盛り込まれるんですか。 大体順番が逆じゃないですか、しっかり労政審で雇用によらない働き方でもどうやって労働者性どうやって保護するかっていう議論を確立してから導入するならまだわかる、しかし順番が全く逆であると思います、こんなのを労働法制の中身の法律の中に盛り込んでやるのは、私はこれ、厚生労働省の本当に敗北だと思います。でえー 雇用事業業務委託契約についてお聞きをしますが、えー、例えば業務委託に切り替えた際に保護がされない恐れがある、どうやって、えー、労働者性を判断し、どう労働者保護を担保できるのか。 えー、以前も話しましたが、えーと、ウーバーのドライバーに関して、フランスで最高裁の判決が出ました、えー。自営業の人はクライアントを自分で管理する、価格を設定する、タスクをどのように実行するかを決めるの3つが、えー、自営業の場合は必要であると。しかしかウーバーバの場合は、えー、自分で 自前の顧客ベースを構築できない、価格も決められない、ウーバーが仕事を監督している乗車の提供を3回断ると、まだ働いてるのっていうメッセージが来ると、自由がないということからえ、自営業ではなくて労働者だとやりました、その通りだと思います、ベルコの闘争もあります、実は自営業と言われながら、労働者だっていう働き方、いっぱいあるじゃないですか、どうするんですか。高谷審議官 お答え申し上げます労働基準法上の労働者に該当するか否かは、契約の名称にかかわらず、えー、実態を踏まえて個別、具体的に判断し、労働基準法上の労働者と認められる場合には、必要な保護を行っているところでございます。えー、今般の法改正で新たに盛り込む業務託契約により、高年齢者の就業を確保する場合においても、実態として指揮命令が行われ、雇用関係が成立していると判断されるような事案が、 生じ,したことは生じることはあってはならないと考えてございます。えー、先ほども申し上げましたがあの、偽装雇用のような働き方が広がらないよう、労働者性の要件に照らして、えー、留意すべき点を指針に定め,るなど定めることなどについて、今後労働、労働政策審議会で議論してまいりたいと考えてございます、はい、福島みずお君。これは日本の例で、こういうグループホームの働き方があります。えー 夕方16時から20時までの4時間は雇用契約夜20時から朝6時までの10時間は業務委託契約朝6時から10時までは4時間雇用契約これはあの、えー会えー、グループホームの世話人業務とかに従事している人のものです同じ職場で同じ労働者で相手が同じなんだけれど時間によって、えー、その労働者そして夜中は 業務委託そしてまた労働者になるわけです夜間の,その20時から朝6時までの10時間は、業務委託契約で一律5000円です、最賃の選択じゃないですか、同じ同一人物で、同じ場所ですよ、こんなこと、ある時間によって、労働者になったり、業務委託契約になったり、こんなの許されるんですか、これ、大問題だと思いますが、いかがですか。坂口局長 お答え申し上げますあの今、委員からのご紹介がありました、ちょっと個別の事案については、答弁は控えさせていただきますが、あの夜間のみ業務委託契約に切り替えられているというような場合におきましても、 あの労働基準法の労働者に該当するか否かは、契約形態にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されるものでございますので、労働者としての実態があれば、労働基準関係法令の適用を受けるものでございます。で、また、そういった関係について、働く方から労働基準関係法令の違反があるということで、監督署の方に申告がなされました場合には、監督指導も実施しまして、必要に応じて労働基準法の適用、あるいは労働者性を判断の上 えー、労働基準関係法令違反が認められた場合は、その是正をしっかり指導していくということとなると考えてます福島水夫君。これ、お弁当とか介護の現場であるんですよ、同じ職場で、なぜ夜間だけ10時間業務委託なのか、同じ人ですよ、同じ場所ですよ、同じ仕事ですよ、これ問題でしょ、どうですか。坂口 あの繰り返しになりますけれども、ちょっとあの、個別の事案についての答弁は控えさせていただきます、あの先ほどのようなあ形であの申し上げたとおりでございますので、あの一般論としましてあの、先ほど申し上げたとおりでございますので、あのお監,督署法監督署の方にあに申告がなされた場合には、監督指導を実施して、あの必要に応じて、えー、労働基準法の適用、労働者制の判断をした上でえで、基準関係法令違反が認められた場合は、その是正を指導するということでございます。はい 福島水君65から70の間、やっぱり少しでもお金が欲しいと思ったら、やむなく働く、それ、業務委託だったり、まあ、個人営業と言われたりしているけれど、実際は労働者だったときと変わらないという働き方の延長線上で働かされる、もう本当に高齢者ワーキングプアっていうか、ですね、えー、高齢フリーランスワーキングプアへの道で、しかもワーキングプアじゃ、でもですらない、労働、あのえー 先日の,労働この厚生労働委員会で労災については、今後しっかり検討するという答弁が大臣からありましたが、本当に労働者保護から本当にそれが奪われてるわけですね。という意味では、ここはしっかり業務委託だとかいうのではなくて、労働者性があるということに注目して、厚生労働省を頑張って保護してくださいよ、いかがですか。 局長。 すみません、あの、一般論としては、あの、先ほど申し上げたように、あの、個別の、あの、対応に基づいて、あの、対応させていただくということでございますし、あの、今般の、あの、問題につきましては、あの、労働者性の要件に照らして、あの、留意すべき点を指針に定めるというようなことなども含めて、あの、今後、あの、安定局の方で、労政審の方で議論しているということとなると思います。福島瑞穂君。はい。え、新型コロナウイルス感染の問題についてお聞きをします。先ほども足立、え、理事か、委員からもありましたが。 大臣理事だよね。すいません。足立理事からもありましたが、すいません。失礼しました、えー、大臣今の状況とりわけ、東京の状況をどう見ていらっしゃいますか？加藤大臣。あの新型コロナウイルスの東京における感染状況ということであります。あの、昨日、知事からも緊急の会見もありました。まあ、特にリンクの見えない後、発の事例が増えてきている。 そうしたことを踏まえて、まさにこれから感染者が急激に増加するかどうかの分かれ目に来ている、重大な局面にある、こういう認識だというふうに思います。 福島みずお,君、はい、お手元に配布資料をお配りしております、えー、今年の3月6日の厚労省が各都道府県に出した事務連絡です、そこで、えー、いろんなシミュレーションをしていて、まあ、厚労省はこれをシナリオというふうに書いてらっしゃいますが、えー、ピーク時は各都道府県等において、疫学的関連性が把握できない程度に感染が拡大した時点からおおむね3か月後に到来すると推計されている。それぞれぞ、えー、どういうい 形になるのか重症者の治療が必要な人はどれぐらい出るか入院治療が必要な患者数の計算方式まで出しています私これを見てですね、実はこれ見たのは割と最近なんですが3ヶ月後にピークが起きるって5月か6月でしょうオリンピックの直前じゃないですかそもそもオリンピックなんてやれなかったんじゃないですかどこに答えるの 加藤大臣 <laughs> あのこれはです、ね、あくまでもあの他国における情勢等を踏まえながら、まあ、専門家がどういう形で,です、ね、あのこれからの地域における医療ニーズを計算したらいいだろうかということについて、一定の式を提出し、そしてそれぞれの地域の、まあ、特に年齢構成に応じて、計算をしていただいて、入院、外来、 入院、重症者、まあ、それぞれの数を算出し、それに応じた提供体制を取ってほしいということでありますから、これは他の話で、他,他に何があるかということではなくて、まさに感染拡大はしたときの入院医療体制をどうすればいいのか、まさにその点に集中した議論だということでありますので、あのそこから周りにおいては、多分 オリンピックの話もありました、それ以外に経済、社会に対する影響とか、それはいろんなことがあるんだろうと思いますけれども、これはあくまでも医療ニーズについての、今申し上げた見通しを取った中で、仮にこれから感染が拡大しても、しっかりと地域において医療が提供できる、まあ、そのための準備をしていこう、こういうための資料であります。はい、福島水穂君、はい 東京都は単に比べても検査数がとても少ないんですね、最近は感染者の数が60とか上がってきておりますが、非常に少ない、特に3連休とか休みのときは、数件っていう例もあるんですよ。オリンピックの延期を決めるというか、21日の日に厚生労働省は東京都に兵庫、大阪に配ったような資料を渡している。そして月曜日の23日のに まさに総理が予算委員会で延期の可能性を言う、そしてその次の日の24日、正式に延期する、そうしたら25日の夕方、突然、小池さんがロックダウンの可能性とか言い出すわけですね、じゃあ21日にもらっていたら、5日間あるわけじゃないですか。 つまりオリンピックの延期が決めるまで、本当に検査件数などを抑えてきたんじゃないか、なんでそれ、いろんなシミュレーションとかあったのに、一切それ言わず、今になって極端なロックダウンとか言うのかっていうのは、大変あの不信感を持っております。 で軽症者の確認についてお聞きをいたします、えー。選手村を使うというのはどうかというのを都知事は提示をいたしました。で厚生労働省、ぜひこういう点頑張ってほしいと、えー、派遣、えー、年越し派遣村があったのは2000、2 0 0 0 8年の12月末からお正月にかけてです12月31日の夜は私は厚生労働省の高堂におりました大村副知事が来てくれてそして当時は増江大臣ですどこにも行き場がない人たちは大晦日の夜厚生労働省の高堂を開放してもらったので凍えないでそこで みんな寝たんですよね、えー、たくさんの人が寝ておりました、で軽症者の隔離のためとか、ですねもちろん、えー、医療とかが必要なことも大変わかります、厚生労働省、知恵絞ってくださいよ、かつてやってくれたんだから、どうでしょうか誰の質問で加藤大臣。な何,何をそのその、そうした、えー、派遣等ですね、住所がなくなった人の確保の話なのか。 軽症者への対応なのか、すみません、ちょっとどちらか分からなかったですか<師>。ではい、福島、はい、水尾君。はい。ですから、軽症者の隔離などについて、場所の提供と、え、ぜひ努力していただきたい、どうでしょうか。加藤大臣。あの、これもですね、これまで、あの、基本、基本方針、あるいは。専門家会議からの提言も出されておりました。地域においてですね、重症者を優先するというために。 入院治療に必要のない軽症者や無症,者無症状の陽性者は自宅療養として健康状態を把握するということまたこれらの自宅療養する方が高齢者や基礎疾患がある方と同居していて家族内感染の恐れが高い場合 症状が軽い陽性者等が宿泊施設等での療養を行うなど接触の機会を減らす方策を検討することなどが挙げられているわけでありますまあこうした体制の確保に向けてあのこれそれぞれの地域において議論をいただきまたそのための費用等に対しては我々もしっかり支援をしていくということにしております今あの具体的なオリンピック選手村を活用するかどうかということについてはこれは東京都がご判断するということだと思いますけれどもいずれにしてもそれぞれの地域においてそうした今申し上げたのは 軽症者、あるいは無症状の陽性者を、別ッ病院以外においてですね、えー、お入りいただくための施設を確保していく、まあ、そういう議論があるわけでありますそのはわれわれよく連携を取りながらです、ね、まあ、財政的な支援も含めて対応していきたいと思います、はい、福島水尾君、はい。海外からの帰国者について、政府が2週間隔離できる場所を提供すべきではないですか加藤大臣。今、海外からですね、あの 一定入国制限をしておりますけど相当の数の方が来られておりますでこれを全て私どもだけでしかも14日間これはとてもとても人数的にもですね万を超えるオーダーになりますのでこれは大変難しいというふうに思っておりますで実態現在でもですねレベル3の地域から入ってこられる方についても公共交通機関を使わずに自宅に帰られる方は自宅で PCR 検査をした後お待ちをいただ、くここうういいいい対応をさせててたただだいいるところでありますただそこまで、そういった対応が取れない方に対しては、私どもも宿泊施設等の情報を提供する中で、ですねそういったとあの宿泊施設でお待ちをいただく、こういう仕組みをの中で、今、どうにか運用しているところでありますので、これからさらにそうした対象が拡大していく可能性もあるわけでありますので、こうした仕組みの中でですね、 しっかりとそうした水際での対応ができるように、えー、まずはああ体制を作っていきたいというふうに思っています。はい、福島み水尾君。自宅に帰れる人はいいですよ。公共公共ゆ 輸送を使わず、公共交通機関を使わずに、そうでない人がいる、そしてホテルからは宿泊を断られる、行き場がないんですよ、だったら、あ帰っちゃえとかいう形になりかねない、ここはしっかりあの対応すべきであって、ここからまさに感染が拡散していくということを、やっぱり止める、止めなければならないというふうに思います。で次にですね、えー、生活保護ホットラインの結果と、その要望書が出ております。 えー、不動産、えー、その要望は、不動産、自動車等の資産を所有している場合も含め、預金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合には、休泊した自由があるもの、生活保護法4条3項として幅広く認め、保護を開始すべきではないかというものです、いかがでしょうか。谷内局長 お答えいたします議員ご指摘の預貯金との即時活用できる資産能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、すべてのケースにつきまして、生活保護法第4条第3項の脅迫した自由があるものとして、職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして、真に脅迫した自由があるケースにおきまして、職権保護を適用することになります。 議員ご指摘のケースですけれども、通常の場合であれば、原則通り保護の申請をいただくことになりますけれども、処分した生活費に充てることが必要となる不動産や自動車等の資産が直ちに処分できないときで、生活保護の要件に該当する場合には、先に保護を開始していただいて、資産を処分後、すでに支給した保護費を返還していただくといった取り扱いも可能となっているところでございます。 福島みずほ君、はい、派遣切りのときも、あのとき生活保護のやっぱり支給を頑張ってもらったんですね、あのときはワンストップサービスをどう作るかっていうのも大きな課題でした、ぜひ、要するに生きるか死ぬかっていう、そういう状況に本当になりかねないわけで、ぜひ、命綱たる生活保護が、こういう場合こそ作動すべきであるということを強く申し上げます。 で子供とそれから女性に対する、えー、ケアのことについて次にご質問いたします。えー、セーブだチルドレンが子供たち961人から回答をもらっています。子供たちのいろんな声が本当にあの、えー、集計されているんですが。えー 子どもの声、コロナになったら死ぬのが怖い、小学校2年、愛知県、コロナウイルスが気になって外に出ることが怖い、小児、宮崎県とかあるんですね、その中でもこういう声があります。これは小学校5年生、大阪府、急に決めて、急に始めないでほしい、みんな戸惑ってるし、先生がすごいしんどそう、みんなどれだけ大変な思いをしていたのか知ってますか、そこまで決めてから行ってほしかったというのがあります。それから次 え小学校5年生、東京都、なぜ休校になったのか、きちんと教えてもらっていない、デンマークでは偉い人が子どもに向けてきちんと説明してくれたと、お父さんが教えてくれた、日本でもしっかり話をしてほしい、いかがでしょうか、子どもたちにしっかり説明する必要があるんじゃないでしょうか、文部科学省、海老名審議官。 お答えをいたします新型コロナウイルス感染症に関する子どもたちへの情報につきましてでございますが、厚生労働省、経済産業省、消費者庁と連携をして、例えば手洗いの正しい方法を含む 新型コロナウイルス感染症から身を守る方法でありますとか他人にうつさないために心がけることなどを子どもにとって分かりやすく紹介した動画を作成いたしまして文部科学省のホームページにおいてもこれを公開するとともに3月25日付の事務連絡で教育委員会等に周知を行ったところでございますまた3月24日付で発出をした新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドラインにおきましても正しい手の洗い方を図示をした上で学校における手洗いの指導を徹底することや 新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識をもとに、発達段階に応じた指導を行うこと等について、教育委員会などに対しまして、依頼を行ったところでございます。引き続き感染症の予防等について、子どもたちが適切な行動を取ることができるよう、健康教育の推進に努めてまいりたいと考えてございます、はい、宮崎健康局長。 お答え申し上げますあの子どもに分かりやすくというのは、まさに委員ご指摘のとおりだと思いますあの。28日に策定されましたあの基本的対処方針におきましても、政府としてその国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めることとか、SNS 等の媒体も積極的に活用することとされておりまして、えー、厚生労働省におきましても、これまでもあのホームページを通じて、啓発資料とかリーフレットを 載せていますほか、あの先ほど文科省の方からもご紹介ありましたが、えー、一応あの動画というような手法でその手洗いの方法とかマスクのつけ方とかもあの広報させていただいているところでございます。あの引き続き正しく分かりやすい情報を発信に努めてまいりたいと考えております。福島水沖。はい。お手元に配布資料をお配りしておりますが、全国女性シェルターネットがあの要望書を出しています。えー 新型コロナウイルス対策状況下における dv 児童虐待防止に関する要望書ですえ女性の暴力に関する国連特別報告者もえこの世界各国が外出制限などを打ち出す中で家庭内暴力が増える恐れが非常に強いと警告する声明を発表していますえまさに相談窓口が閉まっていたり家の中で夫と一緒にいる子供もいて子供もなかなか子供もストレスフルだし親もなか なかなか大変である経済的にも大変だっていう中で dv がもう増えるっていうのは割と言われてますし今世界はこのことに取り組み始めています、えー、例えば、えー、緊急の状況下においても dv や虐待の相談窓口を閉じないでくださいという要望もありますいかがでしょうか内閣府伊藤審議官お答えいたします 今、ご指摘ありましたとおり、新型コロナウイルス問題に起因する外出自粛ですとか休業などが行われる中、生活不安、ストレスから DV 等が増加したり、深刻化したりすることが懸念をされてございます。内閣府といたしましては、まずは DV 相談窓口について、内閣府の SNS 等で情報発信したところでございます。さらに来年度におきましては、民間シェルター等における DV 被害者支援の取り組みを促進するため、新規に予算を計上いたしまして、 パイロット事業を実施することとしておりまして、被害者支援の充実を進めていく予定でございます。今後、関係団体等のご意見も伺いつつ、さらに必要となる取り組みの検討を行い、できることから速やかに実施をしてまいりたいというふうに考えてございます、はい、福島みずお君。はい、これについてあの、しっかり取り組んでください。今日はあのにも来てていいただいています2014年ここの委員会であの 塩崎大臣と随分論争しましたえまさに、えー、4分の1の株を2分,、えー、2分の1まで運用するというもので、ポートフォリオを変える必要があるのではないですか、それから今日付けで理事長と2人の理事が退職すると聞いておりますが、退職金を教えてください。高橋年金業部長 えー、GPF の基本ポートフォリオでございますけれども、えー、令和2年4月1日から始まります、あの次の,あの中期計画に向けましてです、ね、これまであの改正の議論をしてまいりました。であの国内の金利低下によりまして、国内債券の利回りが低下しておりますので、まあ、そういう状況に鑑みまして、必要な見直しを行うこととしておりまして、本日午後3時、GPF より公表の予定でございます。またあの、退職金の,のお話がございました。GPF の理理事事長及び理事 あの3月末で退任の予定でございます、でこれに伴いますあのあの、退職手当でございますけれども、GPI 法の規定に基づきまして、あの所定の計算をして支払うわけでございますけれども、あのこれにつきましてはあの、えー、業績勘案率というのをです、ねえー、独法としての評価が終わった後にあに指定することになっておりまして、あの実際の支払いはその後となってございます終わります。 田島マイ子